今日は鬼滅の刃遊郭編についてジャーニーさんが話すみたい。私は日本橋に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ。ちょっとユウたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。また鬼滅の刃遊郭編の話してもいい？鬼滅ネタわりかし頻度高めだけど、まあいいよ。ユウ太郎役の声優さんがついに判明したわね。大阪亮太さんね。控えめに言っていい芝居だったわ。すごいんだよあの人。通り部の直人で進撃の巨人のマルコなんだから。マルコってあの飛べない豚はただの豚の人？それはポルコね。ジブリだし。マルコって誰？ああ、母を訪ねて三千里歩く人？残念だけど、マルコ違い。絶対違うと思うけど、ちびマルコちゃん？うん、もう絶対違うよね。上限の鬼を演じるプレッシャーがすごかったらしいけど、抱き役の沢城みゆきちゃんとのコンビネーションもさすがだったわ。龍太郎を演じる上で何か気をつけてたことはあるのかな？やっぱり鬼のリアリティが大事ってことで、間もなく来る国を挙げての一大イベントで暗躍を狙ってるらしいわ。もしかして節分？当日は鬼のコスで一般家庭を突撃訪問して本気で豆をぶつけられる屈辱をその身に刻むとかなんとか。無味無臭の素朴な大豆を全国一斉に投げつけられる悔しさと怒りは人気声優をも鬼にする力があるよね。ないよ。もはや豆まきより恵方巻きをむさぼり食う日になっちゃってるよ節分は。それにしても毎年大量の恵方巻きを作っては売りさばいて余ったそれを平然と大量廃棄する日本って本当に恥ずかしい国よね。私は絶対海鮮巻きしか食べない。いや海鮮巻きも恵方巻き。